やっと昼休みだ。あとちょっとの辛抱だよ。ってわけなのよ。それはないよな。お？お？何やってんだ、アンドンのやつ。どうしよう。もしかしてスッポンポンだってバレちゃってる？私の名前は安藤諏訪子。自他ともに認める最強のとじっ子です。今もまた消しゴムを落としちゃって、それを拾おうとしたら今度は蹴飛ばしちゃって、そんなのはよくあることなのですが、よかった、バレてないみたい。諏訪子ちゃん、諏訪子ちゃん、ビッグニュース、1ヶ月に一度しか販売されないふわふわメロンパン、今日だって。え、あの幻のメロンパンが？メロンパン最高研究推進委員会会員としては買いに行かなくちゃ。1ヶ月に一度しか販売されない幻のふわふわメロンパン、そりゃ大好きだけど。でもおばちゃん、メロンパンを入れて。はい、一人突入するよ、そこちゃん。一つ、だってなんか男子ばっかりだよ、あんな人混みの中に入ったら。私、どうなっちゃうの？あ、私今日は無理かも。何言ってんの、そこちゃん。お宝ゲットよ、レアアイテムよ。帰ろ帰ろ。気のせいかな、背中にメロンパン2個当たってる気がしたんだけど。あ、僕も僕も。あー、あー、やっぱふわふわメロンパン最高。人混みに揉まれた私の体と心は限界に近づいていましたけれども、もっともっと過酷な運命が私を待ち受けていたのです。続く。